ああ、うさくま焼肉青一のお肉ケーキはすごかったです。今回はくまさんのお誕生日祝い動画です。青山一丁目にある焼肉ホルモン青一に来ました。1人5000円の厳選コースと7000円の肉ケーキをご紹介します。最初に出てくるのはナムルとキムチの盛り合わせです。青一サラダはシンプルなのに美味しかったです。最初のお肉は和牛3種の盛り合わせです。仕入れによって異なる珍しい部位を食べることができます。最初のお肉はお店の人が焼いてくれました。すごく丁寧に油を引いてくれます。腕三角という部位です。青一のお肉はすべて足が綺麗でした。お店の人の焼き方もすごく上手でした。お塩でいただきました。次のお肉はうさが焼いてみます。焚きちまきという部位です。タレがあるんだよね。ももからすねにつながるところのお肉だそうです。どのお肉も柔らかくて美味しかったです。タレで食べたら？続いては上タン塩です。単品だと1600円です。個人的にはこれが一番美味しかったです。焼肉は白米と食べるのが好きです。次は貝の身を焼きます。綺麗な赤色をしています。続いては上カルビです。こんなにピンク色のカルビを初めて見ました。早速焼いていきます。わー、いいね。お肉とは思えない美しさです。メインのお肉ケーキをいただきます。びっくりするくらいサシが入っていました。ふとぶきの文字のインパクトがすごいです。焼けるまでしばし待ちます。お店の人がサーロインステーキを焼いてくれました。
なりボリュームがありました。次は和牛ミスジです。単品は1800円です。あれ若い子で、お腹いっぱいお肉を食べました。最後に柚子シャーベットと温かいお茶をいただきました。また特別な日に来れたらいいなと思います。くまさん、お誕生日おめでとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録お待ちしています。